教えて兵庫。おはようございます、梅雨の紫です。最近インフラっていう言葉よく聞きますよね。インフラストラクチャーの略語なんですが、道路とか通信とか公共施設など産業や生活の基盤となる施設のことを言うんです。ということで今回のテーマはインフラ。今工事現場が目覚ましい進化を遂げているんです。梅雨の紫さんがやってきたのは豊岡市の道路建設現場。ここでは新しい高速道路のインターチェンジと市街地や空港を結ぶ重要な道路を作っているんです。こんにちは。こんにちは、橋本さんですね。はい、よろしくお願いいたします。こちらでは、はい、最先端のインフラ整備、これが見られるということで、はい、ICT の機械を使って、はい、導入して生産性を向上させて現場を進めております。 ICT って何ですか？情報技術っていうのが普通のもともとの語源なんですけども、はい、それを、建設現場で施工現場で活かして、はい、取り入れてやってるっていうような形になってます。今建設現場では情報通信技術が大活躍しています。衛星から位置情報をはじめ様々なデータを受信し、それを現場で建設機械に送信、機械を動かすのに役立てています。まず案内されたのは建設現場には欠かせないショベルカー。この建設機械に ICT が搭載されているそうなんです。運転しているのはまだ経験が浅い作業員さんです。すいません、お仕事中によろしくお願いいたします。操作とか大丈夫な？そんな難しい？そんな、はい、難しいあれではないです。本当？はい、実際の画面を多分見ていただいた方が分かりやすいかなと思うんですけど。簡単に操作できる秘密は運転席に。はい、今モニター見えますよね。あ、見えます。この重機の絵ですね。はい、はいはい、そこからあと 0.4、40センチ下に違うんで、下げなさいと掘りなさいという。なるほど、40センチ掘りなさいという、はい、例えばその40センチのところに来たらもうあかんでっていう。これが 0.00 とかになゼロになるってことは、はい、OK よという。あ、はい、そうです。うわ、設計データを機械に入力した上で位置情報を利用することで地面を掘る深さが一目で分かるようになるんです。運転席を見せてくれた森岡さん、実はこの現場で初めて ICT を搭載したショベルカーを操作したそうです。新しい世界を見つけることができました。本当にこんなセンスがあったらいけるとかそんななくてもいいんですか？と思いますよもし私とか、あ、やればできるでしょそうですか、はい、すごいな。続いて建設現場でよく見かけるロードローラー、地面を締め固めるための機械です。パネル見ながらやってるけど、はいはい、あそこには何回ここを通ったかとかっていうのをこう表示して分かりやすく見えるような形で施工ができるようにしてまして、従来だと分からないというか自分で数を数えながら何回やってますっていうのを乗ってる機械に乗ってる方が数えてたんですけども。運転席に設置されたモニターには土の水分量や硬さなどの情報が入力されていて、土を締め固める回数が表示されているんです。現場の感といいますか、そうですね、乗ってる方が慣れてこないと何回やったらいいのかっていうのが分からなかったんですけども、若い方でも、その技術さえ、コンピューターとかそういうものさえ動かせれば施工ができるというような時代になってきまして、今 ICT 化によって女性が活躍する現場も増えてきているんです。案内してくださっている橋本さんもその一人です。男、
社会だと私はまだまだ思ってたんですけど、はい、そうではないんですね。私と同じようなこう立場で現場で活躍している女性職員ってたくさんいまして、うん、はい、大変なことも多いと思うんですけど、はい、面白さっていうかやりがいといいますか、ものが出来上がってるのを間近で見れるっていうのがすごく楽しくてですね、本当に一般の人でしたら最後の形しか見えないんですけども、こうやって順番にできていくっていうのを見ることができるのはすごく楽しいです。管理技術者の大田垣さんに建設現場の ICT 化によって求められる人材がどう変わってきているかをお聞きしました。今こんなになってるんですね。パソコン使っても作業になってくるので、また違った作業で人材が求められると思うんですよ。うん、若手が来てもらっても多分すぐ即戦力で働いてもらえると思いますよ。全体的な作業量としては簡単になってます、やっぱり昔と比べたら。いや本当に興味がある人もう来たれですね。はい、情報通信技術を使うことで建設現場はすごい進化を遂げていたんですね。昔、まあ、工事現場に新人が入りますと仕事を教えてもらうな、目で盗め、なんて言われておりましたけども、もうそんな時代は古いんです。続いてやってきたのは神戸市西区にあるこちらの施設。こんにちは。こんにちは。わあ、ここは一体どういった施設なんでしょうか。はい、こちらの方の施設では建設現場における ICT 技術の体験していただくことができる最先端のトレーニング施設となっております。うん、ICT を活用するために必要なデータの作り方や工事の流れなどを学ぶことができるんです。来られるまではですね、皆様非常に、ICT の技術というものが非常に難しいというような形で、はい、皆さんおっしゃられるんですけれども、うん、1日で終わる講習もあります。ただですね、専門的なですねスキルを身につけるというようなところで、3日間の講習であったりとかというところで、まあ、様々なですねプログラムをこちらの方ではご用意させていただいているというような状況でございます。それは心強いですね。さらに、じゃあこちらの方へどうぞ。うわー、何ですか、現場もお持ちなんですか。現場、はい、ICT を搭載した建設機械の操縦を実際に体験できるんです。すいません、よろしくお願いいたします。講師の広金さんにお話を伺います。実際これは何をやっているところなんでしょうか。3次元設計データを、建設機械のモニターに入力して、3次元設計データをもとに、実際の ICT 研究を動かしているところです。建設機械の運転席に設置されているモニターを離れた場所からもチェックできるんです。重機に GPS のアンテナがついてますので、重機の刃先の位置が、このようにリアルタイムで計算されてるんですね。すごいな。まあ私にしたら何のこっちゃわからないんですけど計画通りに施工していかなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい。でその時に今自分の重機の刃先がどこに行ったかがわからないと困りますよね。はい、なのでそれがリアルタイムで分かれば作業効率が非常に上がってくる。掘りすぎであるとか、まだ掘り足りないであるとか、まあ、そういったところはもうリアルタイムにこの画面で、はい、続いて、はい、研修で利用している建設機械を見せてもらいました。そばは迫力あるな。あら、え、嘘。運転席から降りてきたのはまたまた女性。いやかっこいい。どうですか、実際に ICT を使って熟練した技術の持っている方だけが操縦できるっていうふうに聞いていたんですけれども、3次元設計データを使った重機ですと私のような経験の浅い人でもできるんだなっていうのが。持ってみられませんか。え、どうぞ。いいんですか。ということで運転席に上がらせていただきました。おお、すごい。基本的には、はい、こちらにある黄色いボタンと、はい、黒いボタン、はい、そのスイッチだけ、操作方法を覚えていただければ動きます。え、じゃ
じゃあこれだけ動かしてただけ、熊さん。そうです、これを引っ張ってた。もちろんこのハンドルを動かすんです。男性のやる勇ましさもありますけど、はい、女性もできるんだってところを見ると、はい、やっぱりできるのかなって思っちゃいますね。はい、はあ。現場で学んでいく時代は一昔前、 ICT 化に伴い新しい即戦力が求められています。今建設現場においてですね、非常に大事なこととしまして、まあ、生産性の向上を、するというようなところが、急務になっていると思います。皆様にですね、まあ、こういった新しい ICT の、最新技術というものをですね、まあ、ぜひ体験していただくことによってですね、もっともっと明るい、建設会社の、未来がやってくるのかというふうに思っております。変わりゆく建設現場、時代とともに求められる人材も変化してきているんです。インフラ整備の現場はICT によって生産性の向上だけではなく、誰でも働きやすい環境にあると感じました。また新しい技術を学ぶための教育体制があるのもいいですよね。以上、現場からお送りいたしました。ご安全に。